こんにちは。服とスノーボードの店、レイブ前橋の大輝です。です。今日はですね、もうすぐ母の日ですよ。プレゼントは用意していますか？っていう内容の動画です。なかなかやってないっていう話を聞いたり聞かなかったり。なんか福さんとね、母の日なんかやってますかみたいな話をしたら、福さんなんか照れくさくてやってないって言うんですよ。だから母の日セットっていうのを今回作っちゃうことにしました。でもこれをポチッとしてもらえれば、まあ、直でね送ったりもできるので。ああいいっすね、楽です。そう、でもそういう感じでサクッとね送る、母の日に送るきっかけになればいいなと思ってやってみたってやつです。この機会にお母さんにプレゼント送ってください。こんな感じで届けます。宅急便コンパクトサイズで。でこれを開けるとどうなってるかっていうことなんですけど、ほう、開けちゃいますよ。お願いします。いきますよ、はい、お母さん役ね。お母さん、ほう、お母さん役だ。あら、なんか息子から届いたわだってこうでしょ、絶対。そうだね、うん、直で送ったパターンですね。そうそう、直で送ったパターン。はい、直で送ってお母さん、なるほど、大和さん来て、はい、あらあらあら、なんか息子が送ってきたわよつって、うん、お父さんちょっとなんか送ってきたわよつって、うん、で、ペリペリペリ開ける、はい、え何これ？っていうので開けてみるとこんな感じで、あら、なんとね超素朴な感じで包んであります。素朴ですね。あえてですよ、うん、このビニールとかを入れずに。なるほど。その意図はということなんですけど、お母さんね、何これ、あれじゃん、あれよね、お父さん、なんだっけ分かる人は分かるけどね。分かる人は分かる。あのトトロが、はい、あのサツキにこうあげるどんぐりをこう笹、はい、笹の葉で包んで、で竜のひげでこう、はい、巻いた、うん、こんぐらいのさ、あの種の爪をさささささ、爪でね、トトロが持ってね、あさささ、こういう感じでさ、こうやってなんかあげるじゃんおその感じにしました。が直で入ってるんだ。直で入ってるだもうまさにトトロが送ってきたんじゃないかっていう感じの佇まい。で一応こうなんかあの納品書みたいな、金額は分かんない感じで、うん、注文してくれた人の名前と、うんうん、あと中身と、うん、あとお届け先が書いてあるやつを入れようかなと思ってるんですけど、金額は分かんないですね。金額は分かんないように、じゃあいいです、もちろん、はい、っていう感じで。おでね、これを見てほしい。おあら、お母さん、読めますよ。えお母さん、えかわいい、また字体ですね。5歳児が書いたお母さんへっていう文字、うん、で、お母さんね、お母さん、はい、お母さんやるよ、はい、あらあら、息子が何か送ってきたわよ何かしら、何かしら、はい、トトロのあれじゃないどんぐりかしら、まさかね。ありゃ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 、そう、僕もう直家詰めだ。あじゃあじゃあじゃ、はい、もうね、あの本当に直家詰めにしてますいいっすね。そう、なんかビニールとかなしの方が、うん、で入ってるのがこれ、ゴーヘンプのハニーティーっていう、まあ、レディースの形の T シャツ、うん、もうねこれがいいのが、結構ワンサイズでかなりのこの細い方でも大きい方でもいけちゃうような作りなんで、うん、うん、それかわいいよね、うん、もう年齢層もね幅広く、うん、うん、でうちのね母親とかも実際着ても全然変じゃないか。はい、この身幅がめっちゃあって、うん、でこう裾に向かってちょっとすぼんでて、でこの袖丈も落ちるからね結構五分近くなるかな、うん、肘ぐらいまで、はい、お母さんとか二の腕がさ、あ出ちゃうと嫌じゃない。はい、それ女性は本当嬉しい形ですよね、うん、もうこれ
これ間違いないかなと思って、うん、今回は基本のセットはこれに、いや、いいと思います。決めました。で、まあ、色だけね、うん、なんか選べた方がいいかなと思ったんで、なるほど、このページの中でこの色は選んでいただく感じになるんですけど、うん、なるほど、サイズはもう本当これがワンサイズなんで、はい、サイズは選ばなくてよくて、色だけ選んで注文して、で直で送る場合はお届け先住所っていうところをお母さんのね、うん、住所にしていただければ、はい、この感じの、はい、送っちゃいますので、この感じで送りたいんだけど、うん、中身はハニーティーじゃない方がいい、これじゃない方がいい、うん、はい、っていう方は備考欄にね、母の日ラッピングでよろしくって書いてもらえれば、うん、この感じで包みます、うん、あ、はい、ただでもあれだよね、何のできなそうなのもあるよね。そうだよね、大きいやつとかね、うん、柔らかいやつじゃないと、うん、多分この感じで包めないから、うん、だからこのゴーヘンプとかの T シャツとかがおすすめです。そのセットじゃないやつを買うんだけどこの感じで包んでほしいっていう場合は備考欄に母の日でよろしくって書いてもらえれば、はい、あとカードがまあこのお母さんへっていう感じの裏とか何もないんで、まあもしメッセージとかね入れたいよっていう場合は備考欄にそのメッセージとか書いてもらえれば、あ、なるほど、うん、印刷してまあこれの裏とかに貼ったり、あとは別添えでクラフト紙かな、なんか封筒とかみたいな、あの色の紙に印刷して一緒に入れますので、はい、そこら辺もお気軽に使ってもらえれば、うん、できる範囲やれますということで、うん、はい、もし対応できないのとかはあのメールとかで連絡しますんで、はい、っていう感じでいろいろやりますので、はい、で特にあれかラッピングとか追加料金もらってないんで、うん、あのお気軽にいろいろ言ってもらえれば、いつまでっていうのはどうしますか、うん、5月8日の注文だと近場でも翌日になっちゃうよね。そうだね。ね。もうページ消しちゃう、あの、うん、そうだね。ギフト限定っていう感じで。うん。うん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 。そんな感じがいいかな。うんうん。大丈夫かな。あと何かあったらね。うん。メッセージ。うん。コメントでももらえればね。メールとかコメントで。はい。いろいろ聞きたいこと聞いてください。はい。お答えします。お願いします。そんな感じです。ぜひ母の日に。プレゼントを送りましょう。送りましょう。また。